プロキオンは、コイヌザアルファー星、コイヌザで最も明るい恒星で、全二21の一等星の一つ。オオイヌザのシリウス、オリオン座のベテルギウスともに、冬の大三角を形成している。また、冬のダイヤモンドを形成する恒星の一つでもある。薄黄色の恒星で、距離は11.46光年と太陽系に非常に近い。実施連星だが、番星が、 白色矮星であまりにも暗いため、消防遠鏡では分離できない。主星と晩星は、太陽系から観測した、各距離にして4.31秒角離れた軌道を、離心率0.240の大円軌道で40.8年かけて、好転している。主星のプロキオン A は、同様に、白色矮星の晩星を連れているシリウスと比較すると、やや低温で、一回り大きい。 温度の割に明るい恒星であり、主系列性から準拠性へ変化しつつあると考えられている。主性プロキオン A の年齢27億年に対し、晩性のプロキオン B は13.7億年前に白色矮星に変化したと推定されている。その最約13億年が核融合で輝く恒星として、プロキオン B が過ごした寿命に相当する。このことから、 白色矮星になる前のプロキオン B はおよそ1.9から2.1太陽質量の構成だったと見積もられている。なお現在のプロキオン B の質量は0.59太陽質量だがこれは構成としての寿命末期に質量の放出が起きるためである。0.1から1億年以内にはプロキオンは赤色巨星へと進化すると思われる。この段階では 水素の核融合反応により生じたヘリウムが中心核に溜まっており、水素の核融合はその周囲で継続しているが、ヘリウムの芯は大きな密度と重力で圧縮されて温度が1億度にも達し、それまで水素の核融合で生じた灰であったヘリウムの核融合が始まるためだと思われる。それに従って星の外装は膨張し、大きさは 現在の80から150倍に達する。一方で、表面温度は低下するので赤っぽく見えるようになる。ヘリウムの核融合は炭素や酸素の原子核を生成するが、プロキオンは質量が小さいため、それらが核融合を起こす温度には至らず、外装部の水素を大量に放出して、惑星上成分を形成し、残された中心核は白色矮星となって、 一生を終えると考えられる。プロキオン B はあまりにも暗いため、その存在が示唆されてから実際に姿が観測されるまで半世紀以上の歳月を要した。プロキオンの晩星は1844年にフリードリヒビルヘルム・ベッセルによってシリウスの晩星と共に提唱された。シリウスと同様にプロキオンの運動に影響を与える晩星が存在する。 可能性があるとされた。ベッセルは1840年頃にはすでにプロキオンに不可視の番星が存在するというアイデアを持っていたが、論文として正式な形で世に出たのは1844年である。プロキオンの番星は当時の技術では視認不可能であり、さらにシリウスと比べて主星の運動に与える影響が小さいため、 実在するかどうか、すぐにははっきりとしなかった。ベッセルの仮説は1862年のアルトゥル・アウベルスによる、詳しい研究で確実なものとみなされるようになったが、この時点でも、まだ番星は視認されていない。番星の姿を捉えたとする最初の確実な報告は1896年で、リック天文問題の36インチ望遠鏡を用い、 観測を行ったジョン・マーチン・シェバーリによるものである。なお、シェバーリ以前にも、番星を発見したという報告があったものの、シェバーリ以降に観測されている番星と軌道が一致せず、誤りだと考えられている。学名は、アルファ・カニス・マノリス。型有名のプロケオンは、ギリシア語のパイローカッパ・オメガニューを、ラテン語表記したもので、犬に先立つものを意味する。これは、 犬の星とされるシリウスが、東の地平線から上ってくる、少し前に、プロキオンが姿を表すことに由来する。2016年6月30日に、国際天文学連合の構成の命名に関する、ワーキンググループは、プロシオンを、コイヌザアルファ星への固有名として承認した。アラビア語では、北のシリウスを意味する、アイコールシアラーアイコールシャーと呼ばれた。これも、 またシリウスが南のシリウスを意味する、アイコールシアラーアールヤマーニアと呼ばれたのに対して命名されたものである。日本では島根県地方で色白と呼ばれる。これに対してシリウスは南の色白と呼ばれている。ありがとうございます。